や、何がおもろいの。いや、それで言ったら、うん、ほとんどの選手今波クラスじゃないよ。いや、だから今波クラスってすごいよっていう話をしてるんですよ。あ、そうか。そう、うん、だからそうだな。はい、南さん、はい、YouTube です。はい、お願いします。お願いします。いや、今日はね、はい、ちょっとね、うん、持ち上げようかなと思ってます。僕を、はい、僕を持ち上げてくれる、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと気持ちよくしようかなと思ってます、はい、っていうのもですね、うん、最近こう今波クラスっていうワードをよく使ってるじゃないですか、はい、うん、でこれありがたいことに今波クラスのほにゃららっていう動画は結構再生回ってるんですよ。はい、ね、見てくれて面白いって言って。いや、ありがとうございます。でね、うん、でコメントとか見てるじゃないですか、はい、で思ったのが、はい、視聴者さん、うん、今波クラスをちょっと勘違いしてると。うん、ちょっと今波クラスってこういう選手だよねっていうのが、うん、ちょっと勘違いしてるぞっていうコメントをいくつか僕 見まして、はい、いや違うよと、うん、今波クラスそこそこすごいよっていうのをちょっと今日は、うん、解説しようかなと。あ、なるほどね、はい、いや確かにってなんか僕自分で言うの。だからさ、今波クラスって僕ら言ってきましたけど、うん、今波クラスの定義ってやっぱ明確にしてなかったんですよ、はい、だからコメントでも、うん、どういう選手が今波クラスに該当しますかみたいなのも結構あったし、うん、この選手はどうなんですかみたいなとかも結構いただくんですよ、はい、うん、あるね。だから今日は今波クラスってこういう定義ですと、うん、これが今波クラスですと、はい、認定条件ですとっていうのを明確にちょっとお伝えしようかなと。なるほど。思って作ってきました。あ、それは持ち上げてくれるわけね。もちろんですよ。いや、僕もさ、あのコメントを見ててさ、はい、うん、やっぱりね、あのたまにというか、うん、やっぱね、うん、あの傷つくコメントとかもね。そうそう、たまにね、あのしょぼいよっていう、しょぼいよ今波クラスっていう。あの、ね、もちろんね、自分がすごいとは思ってないけども、うん、でもコメントでね、コメントなんでね、うん、あのぐさって刺さるコメントもやっぱりあるからね。だからちょっと今波クラスってこういう成績だよっていうのをちょっと明確に、うん、今波クラスの定義を明確にしようかなと思ってます。なるほど。で、もう一回確認するけど、はい、持ち上げてくれるんだよね、今日は。持ち上げるも何も、あなたがあのプロで残してきた成績事実を元にやってるんで、もう、ま、どうしようもないんですよ。あ、どうしようもない。どうしようもないんですよ。はい、はい、分かりました。はい、じゃあ行けますか。逆え、行ってくれますか。行きましょうか。お願いします、はい、お願いします。じゃあまずね、うん、定義をまあちょっと考えてきたんですけど、はい、まず大前提として伝えておきたいことは、うん、今波クラスの選手とは、うん、守備の人ではありません。まず、打つ人です。あ、今波クラスとは守る人ではないと、はいはい、ね、守備固めとか、うん、守備のイメージが結構南さんには強いっぽいんですよ。あ、確かに僕ね、うん、ファイターズの時 の、うん、あの一軍で出だした時っていうのは守備固めから入って、うんうん、てるからさ。そうですね、うん、もしかしたらそのイメージがあるのかもしれないんですけど、うん、結構こう守備の人やって思われがちなんですけど、確かにね、これね、今波クラスの選手は打つ人です、うん、打つ選手のことを今波クラスと言います。まずまず前提として、あ、まずそのいつも今波クラスって発言してるその背景というか、はいはい、その意味合いとして打つ人ですよと。そうです、言ってると守備のことは一切言っていません。なぜなら波さん守備率低いです。そんなによくありません。そう、あのね、セカンドだけは高かって、はいはい、ただね、ショートとかってなると僕ね、はい、あんまりとか高くなかったはずやねんな、はい、で、うん、足もないです。足遅い、走れないです、はい、あのなので、うん、あの守備の人とかっていうことではまずない、うん、まずないと、で足もないです、うん、で今波クラスの選手は打つ人です。それをまずちょっとあの分かっていただきたいなと。大前提としてね、はいはい、でちょっと僕今から一つずつご紹介しますね、今波クラスの選手の定義、うん、はい、ちょっとじゃあ一つ目、それを作ってきてくれたわけね。もちろんです、はい、一つ目いきますね、はい、まずは NPB での在籍が10年以上であること。ああ、10年選手ってことね、はい、はい、
で、ナミさんが実際11年。僕11年。はい。はい、10年以上であること。はい、で、2つ目が、出場試合数、うん。これは1軍です。1軍の、はい、出場試合数。はい。が400試合以上であること。うん。で、ナミさんは405試合で出ます。通算ね。はい。はい、で、3つ目が、通算打率。うん。が2割5分以上。通算打率が2割5分以上、はい、だからプロで10年以上やってて1軍で400試合以上出て、うん、通算打率が2割5分以上です。はちなみに奈美さんが2割6分1厘です。はい。で4つ目、うん、3ポジション以上を守れるユーティリティプレイヤーである。はい。で、5つ目最後です、うん、最高年俸が3000万以上である。はい。この5つの条件を満たす選手が今並クラスですっていうことなんです。これ明確に今日もう決めます。決める。はい。ウィキにも追加しておきます今並クラスの選手とはという、あ、ウィキペディアにね。そうでね、うん、この作ったんですよ定義を僕なりに。はい。で実際この選手どうなんやろみたいなのをいろいろこの定義に当てはめて見てたんですよ。おほぼほぼ今並クラスに認定されませんこれね、みんなどこで引っかかるかというとね、打率なんですよ。打率の2割5分以上って、うん、大体みんな残してないんです。いやこれはね、うん、あのそうやってそうやねいやそうやだから冒頭で言った通り、うん、打つ人なんですよ今並クラスってわかります。うん。だから今言ったさ、僕が1から5を上げたじゃないですか、うん、はい、その中で最も自分が誇れる成績、うんうん、自分が残してきた成績の 中でね、はい、誇れるものって打率でしょ。僕はそうやね、うん、僕はその通算打率2割6分1厘っていうのはもう一番誇れる、うんうん、数字やね。ですよね、はい、400試合以上出て2割5分以上、うん、でこれもう代打の通算代打成績入れると3割1分何本とか打ってますからね。通算打率ね、はい、通算代打打率が3割1分7厘とか、はい、そんなもんやったかな、はいはい、だからこれ明確に打つ人なんですよ今のミクラスってでこれね本当に2割5分以上を打ってる選手ってマジで少ないです。調べたんですけどいろいろこれね、うん、あの今調べたから分かるやん、はい、これ僕さ元プロ野球選手で他のさ、うんうん、周りの選手が一緒にやってた選手とか、うん、今の現役の選手もそうやけどさ、うん、だいたい分かるわけよ、うん、あのこの選手ってこのくらいかなって通算打率ね、はい、まあ現役の時とか調べたりしてたしね、うん、これね、うん、結構ハードル高いよ2割5分でしょそうやね、だいたい2割2分とか3分とかの方が多かったんですよ、うんうん、この人今並クラスっぽいなみたいな、うん、で、あ、まあ、そう世の中の認知的には、うん、この人とかなんか成績残してそうやなとか、うん、っていう人を調べてもやっぱり打率がね2割5分以下で残念ながら今並クラスに入れない認定できない選手が結構多かったですですよ。いや何がおもろいの。いやそれで言ったら、うん、ほとんどの選手今並クラスじゃないよ。いやだから今並クラスってすごいよっていう話をしてるんですよ今。あ、そうか。そう、うん、だからそうだね、あの、うん、僕ぐらい その試合数、まあ、僕は400試合やけど、うん、僕以上 に出てるね、うん、だから500試合とか600試合ぐらい出てて、うん、まあ、ユーティリティープレイヤーって言われてる人たちで、うんうんうん、ほとんどいないよ。そうやね、もうね結構一流どころになってくるんですよ2割6分1人ですからねあなたでね、でじゃあ試しにですよ今やってみましょうか。あの、はい、コメントいただいてたんです、うん、以降紹介しますね。はい、奈美さんに質問です。先日日本ハムの谷内亮太選手が引退されましたが、大卒ドラフト開始名、所属チームや現役年数過去11年、内野手のユーティリティプレイヤー、通算成績など奈美さんと近い部分も多いと思いますが、谷内亮太選手は今奈美クラスでしょうか。谷内選手はちなみに面識は、いやありますよ。ですよね、うん、あるしね、はい、引退した時連絡もらったりね。あ、うん、ちょっとこれ谷内選手の通算成績を見ながら今奈美クラスにちょっと認定できるかどうかをちょっと今やってみましょうかやってみてください。じゃあまず在籍ですよ、うん、在籍が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11年11年
まあ、1番クリアですね。クリアですね。で次出場試合数、はい、456試合、はい、クリアですね。クリアですね、はい、打率いきます、はい、2割2分7厘残念ながら八千代選手は今並クラスには認定されないんですよ。この時点で複数ポジションは内野は守れるんですかね。八千選手はもうたくさん守れるから守れる、うん、これはクリア、うん、で最高年俸が調べたら、うん、今季が3000万、うん、3000万なんですよ。クリア。ただ打率が遠く今並クラスには及ばないんですよ厳しくない。でもね、2割6分1厘と2割2分7厘、うん、これ同じクラスにまとめられていいですか僕はいいですけど別に。どうですか。いや僕もねそのコメントをさ、うん、見てたしさ、うん、そうだから八千選手がね、うん、今回引退してああ今並クラスやな、うん、とか今自分で言うのもちょっとおかしな話やけどさ、うん、そうだから同じ今並クラスの中に入るなとかって思ってたんやけど、うんうん、ダメやねダメやいやそうなんですよ。どうしても2割5分のその打率のところが。でももう一人ねよくコメントいただく選手がいて、荒、はいはい、木貴博選手、はい、もちろん知ってますよね、うん、もうあの今並クラスじゃないでしょうかというコメントを結構いただくんですけど、はい、やってみましょうか。やってみましょうか。NPB 在籍が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14年大丈夫ですね、はい、出場試合数685試合ほう、打率、はい、2割2分8厘ダメですちょっと今並クラスの認定は差し上げれないポジションは複数ポジションは、うんうん、守れる、れる、うん、最高年俸が、うん、荒木選手は3000万、3000万、はい、うん、クリアで、はい、どうしても打率が2割2分台で、うん、今並クラスとはちょっと言えないかなと。いやだからさ、はい、いやだから無理よ、無理よというかほとんどの選手がそれ今並クラスじゃないよ、うん、ってことは今並クラスってそこそこすごいよってことじゃないですかあ、そうやって持ち上げてくれてるわけね。そういうことですよ、はい、だから結構コメントとかで、うん、その守備のイメージとか、はい、あの結構ねあのまあ、僕が今並クラスって揶揄し続けてきたことで、はい、今並クラスの選手って結構しょぼいんじゃねえ、ネガティブ、うん、あのマイナスブランディングを結構しすぎたなって反省してて。あ、なるほど。で改めて成績見てると、うん、結構売ってるなこの人と思ったんですよ。あ、僕のことをね。そう、はい、だからちょっと今並クラスのイメージアップを図ろうかなと思って。あ、はい、あざす、はい、だから結構すごい打つ人だよっていうことです、うん、今並クラスは。いやだからね、そう僕のことを守備のイメージを持ってらっしゃる方って、うん、そうあのね最初の方で僕守備固めとかから入って、うん、でねスワローズに移籍する前の通算打率って、うん、2割3分いくつぐらいやったはずやね、うん、あ、じゃあ今並クラスじゃないですね、うん、そうでそっから移籍してから、うん、2割8分いくつ、2割8分前後あったのかな、うん、ヤクルトでの通算打率はもう2割8分ぐらいだったんや。うん、2割8分ちょっとあったのかな。へえ、うん、だからそこで通算打率が一気に上がってきたっていうところがあってね。なるほどね、うん、だからその時にだから打つ人になるって、うん、ね、モデルチェンジを、うん、ね、なんかの動画で僕話したけど、そう、ね、そう守備のことで精一杯とか守備の人だって自分にね言い聞かせてたのを、うん、もう打つ人になりたいって言ってモデルチェンジをして、そのモデルチェンジをしてる途中でちょうど移籍っていうのがあったから、そこでうまく僕はね、うん、あの打つ方に力を注げたっていうのがあって、うん、はいはい、うん、なるほどなるほど、はい、っていうことですなので今並クラスの定義が今日で明確になったので、うん、はい、あの今後はこれが今並クラスですよということになってきますのでなかなかちょっと今並クラスの認定できる選手もなかなかそんなにいないかなというところです。先ほどの打率の部分で、だからそのユーティリティプレイヤーみたいな括りでね、はいはい、うん、もちろん一軍でねバリバリレギュラーで出てた人たちは、はい、あの今並クラスと、はい、ではないからね。そうです、はい、でそういうなんか僕と同じような出方出場の仕方をしてた人たちってことだよね、はいはい、だからまあ
完璧なレギュラーではなかったじゃないですか、はい、でまあ準レギュラー一軍半って言いますか、一軍半、その中でも成績の差って結構広いんだよっていうことですよ。いやありがとうございます、はいはい、いやいいんやねこれで、だからいいってことですよ、だからこれで今並クラスが明確になったってことです、うん、明確になったと、はい、これはちょっと今並クラスって言わないんじゃないっていうのがあったらまたコメントで教えていただけたら、あ、はい、ちょっと今並クラスの定義をまた変えようかな、あ、変更していってってことね、はい、はいはい、という感じです。わかりました。だからまあ打つ人ですよってことです、うん、今並クラスイコール打つ人であると、そうです、そうです、はい、はい、ありがとうございます。だって一応自分のセールスポイントは守備じゃなくてバッティングだって思ってるでしょ。うん、思ってるよ、うん、そういうことです、思ってます、はい、はい、じゃあそんな感じで。わかりました、はい、ということで今回の動画は以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。